ははい皆さんこんこにちは村長です今日もまたまたアフィニティデザイナーこの解説をしていきたいと思いますが今画面にありますようにこの解説を始めてから約34日経つんですけれども一番初めの動画がですね3日で2400、まあ、今は2500ぐらいはいってると思うんですけれどもその閲覧数に到達しました。 僕は今まではほとんどが音楽制作のプラグインなどの解説をしていましてシンセサイダー V というとっても素晴らしい AI 歌声合成のソフトの解説が爆伸びしていましてかなりそれでの成果が出ていましたがそれと比べても約3倍ぐらいの速さで伸びていっていますちょっと調子に乗るぐらい すすすごごいいい成果が出てきてきまま皆さんのおかげでございます全く新しいというか、まあ、僕にとっては以前の動画でもお話ししましたようにデスクトップパブリッシングというのはこの日本に広めたと言ったら大げさなんですけれどもそういう経緯がありましてずっとやってきたことなんですけれども YouTube という世界では今回このデザインについてのお話は初めてでして。 それが皆さんに届いているということにとっても感謝していますそして嬉しいことに、まあ、2400回以上のまあ閲覧があるわけですけれども実際ユニークな閲覧者というのは362人というふうになっていますということは1人平均8回も見てくれているという話になります 解説動画として一番重要な繰り返し確認していきたいというここがうまく皆さんの心をつかまえたそんな感じの日々で機嫌よくですねこの動画を撮っています今日のテーマは「 テキストです。テキストがより便利に使えるかということをお話ししていきたいと思います。はい。この先頭に歌詞カードというのがあります。一応今日はテーマは歌詞カードということでやるんですけれども、すべてのユーダーさんに共通してお役に立てることと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。 文字を入力したりするときにこの右の上の方に磁石の絵があります。これがスナップのガイド吸着になる機能でしてこれをオンにしたりオフにしたりすることでセンターであったりそして隣とのロケーションですね場所がきれいに整えやすいというふうになります。こののしカードというのにしても 今ちょっとセンターより左に寄っていますこれを動かしますと真ん中に来るとこのような緑のラインが出ます緑のラインわかりますでしょうかこのラインに沿ってですねそして離すと完全に中央になるということです歌詞のカードというのを今日のテーマにした理由っていうのはですね通常 歌詞カードというのは別名コード表とも言いましてギターやピアノを弾く時の歌詞カードにはコードというのをつけたりしますこれを大抵の人はワープロでやっているんですけれども歌詞のちょうどいい具合のところにコードが C であったり Am こういうふうに来たいんですけれどもそれをですね スペースで整えようとするとちょっと行き過ぎたりちょっと左に寄りすぎてたりそういうのがなかなかうまくいきませんこういうことを専門用語では文字と文字のカーニングとか言いますけれどもこのカーニングがこういうような DTP のソフトはとっても便利によくできていますちょっとやってみましょう 文字をアーティスティックテキストツールで入れてみますはいこのようにと入れてみました。そうしまして「アイウェオ」と「カキクケコ」の間に少しだけスペースが欲しい時ってありますよね。 そういうときは、このオートカーの間にカーソルを置きまして、そして Windows では Alt と Shift と、そして矢印キーを押すことで自由なカーニングができます。はい、こういうことですね。はい、これってとっても便利です。 今ここに「町の向こうは雨が降っていた」というような歌詞を入れましたそしてここに「コード」というものを入れていくんですけれどもちょっと見ててくださいこのようなコード進行がありますがなぜスペースを入れて入れなかったか というのは、先ほど練習した理由です。ここにスペースを入れて送っていきます。まあ、今は適当です。 これをですね、ワープロでやろうとするといかに大変か、ワープロで歌詞カードを作っている方にはとっても理解できるんではないでしょうか。そして、ここの隙間もですね、通常は行間とかやってやるんですけれども、これをこのまま上に微妙なところをこう上げてですね、ちょうどいい距離にすればいいわけです。 ここまでのことを理解できましたでしょうか便利ですよね。そして次には G7 挿す方というのがありますが、こういうのってちょっと小さめ、そしてもう少し右肩の上の方に配置したいというのがあります。こういう時はどうすればいいんでしょうかこの挿す方というのをちょっと小さめにしておきます。 今25ポイントということなので18ポイントぐらいにしてみますはいこのようになりましたねそしてこれを上にやるんですこれも先ほどと同じようにシフトとオルトキーを押しながら上の矢印を押すとこのように上がっていきますはいこれも うままくできましたね。ここでもっと微妙にやりたい場合があります少し大きくしておきましょうこれですね先ほどやりましたシフトオルト矢印ではだいたいこのぐらいの単位で上がったり下がったりするわけなんですけれどもここにコントロールキーを押してコントロールオルトシフト Mac の方はキー配列が違うので Mac に合わせてくださいそして矢印の上をするとこんなに微妙に動かすことができますよって今日は歌詞カードをテーマにお話ししていますけれども歌詞カードじゃなくってもこういう微妙な合わせ技もできるこれを覚えておいてくださいここでもう一つやり方を 説明します。こういうのも音楽のコードにはありますフラットファイブこういうような記号の時に今どうでしょうか5とフラットが少し離れてますよねこれを解消するのも先ほどやりましたシフトオルトの左これで詰めることもできます そうしまして、これを上げていったりするわけですけれども、ちょっと新しいやり方を説明します。Ctrl-T というのを押すと、文字用のパレットが出てきます。この中に、ベースラインという項目があります。ここで、数字入力ができるわけです。もしくは、このように選択ができます。ここで、このように 上げていくとはい、このように上がりましたそして横幅や縦幅を数字入力もできますパーセント表示できますのでとっても楽です70%ぐらいにしまして縦も70%にしますこのようにできましたのでもう一度整えます フラットファイブというのが完成しましたらこれでよかったらですねスタイルというのを登録すれば今度からとっても楽になりますここで新しいスタイルというのを選択しますそして上付き文字こんなような名前にしておきますそして OK をします 今度はこのコードと歌詞を選択しましてコントロールキーを押しながらそしてこの縦も合うようにシフトキーを一緒に押してこのように複製を作ります例えば Am のところにディミニッシュというのを入力してみますこのように入力しましたがちょっと先ほどここにスペースを入れすぎていましたので 詰めておきますこのようにしましてリミニッシュの部分を選択しますそしてこのスタイルのところで先ほど作りました植え付き文字というのにしますとこのようにディミニッシュが入れれるようになるわけですこの時にディミニッシュがたまに大文字になったりすることがありますそういうい時は この右側のところでこういうスモールキャップスのようなものを押してあるとこうやって大文字になったりしますので気をつけてください今度はこの歌詞カードを実際作っていくときにはこういう風にやっておくのが便利ですまあ歌詞はそのままコピーをしますもう一度コードを入力したいと思います 最初はこのようにテンプレート的に使いますのでこうやっておくといいです。実際入れるのは後のことにしましょう。そうしまして距離を修正します。キーボードの上下キー入れでもこのように微妙に動かせます。そうしましてこれをですね複製するわけですけれどもこのようにしてまずは コントロール G でグループにしておきます。そうしましてこれをこのままコピーします。はい、このようにコピーしましたけれども、この間隔って等間隔ではないですよね。特に最後のところはちょっと と大きく広がりすぎましたでもですねこれも少しずつ直すというよりもこのように選択をしましてですねそして「レイヤー」というのを選びまして行揃えというのを選びますそして「垂直方向に等間隔配置」とするとこのように配置が均一化されます。 こういうふうにすればとっても早く入力ができるということになります。ではもう一度おさらいをしていきたいと思います。ここでコードを入れます。はい、このようになりましたね。次は歌詞を入れます。 こういうふうに基本的なスタイルを作りましたらまずこれを一旦グループにします Ctrl-G がグループですよく覚えててくださいこれよく使います Ctrl-G そしてこれを複製します複製は Ctrl キーを押しながら複製ですがその時に左右がずれる場合がありますので シフトキーを押しながらやると左右のズレがなくなりますでもですね上下の間隔がずれていますこういう時はこれを選択しましてレイヤーの中に行揃えというのがありますそこで垂直方向に等間隔配置これをやるときれいに整うことになりますグループの中でもですね トントンとダブルクリックをしましたら中が編集できますので C と Am のところでですね先ほどから何度かやりましたシフト折ると矢印トントントンシフト折ると矢印トントンシフト折ると矢印トンシフト折ると矢印 こんな風にでできるわけです。この辺のところご理解いただけましたでしょうか私はもっと便利にしたいなという方はおられますでしょうかそういう時は特に歌詞ということを考えたら長い文章もありますのでこんな方法もできます。それはフレームテキストツールを使うということです。このように、 エリアを選択しますそしてまずはコードを入力するところそこを入れていきますこれもテンプレート的でいいです半角文字にしましてこのように入力をしますそして文字を整えますもう少し大きくしておきましょうはい16ポイントぐらいにしましたそしてこの行をコピーしまして そしてて貼り付けいいきますはい、このぐらい貼り付けたらもう少し便利にするために今度は全てを選択してコピーをしましてそしてまた同じようにすると素早く行を増やせます。そしてこの行間隔ですね。 これを歌詞も入る程度に増やすようにします。はい。このように間隔を空けることができるわけです。わかりやすく、これは文字の色を赤にしておきます。これができましたら、今度はこれをコピーします。便利なようにアートボード 作っていますのでこのように隣にコピーをしましてここでまずは「あ」っと今度は日本語で打ちますはいこのぐらいにしておきましょうもうお気づきと思いますが文字の大きさとかに関係なく行間というのは保ってくれますので これでもう少し大きなポイントにしておきます24ポイントこのようにしましてカラーを黒にしておきますこうしますとこのように引っ張ってくるだけで今度は歌詞ばっかりの領域ができたわけです 微調整は矢印キーでやります。そして、また応用ですが、先に歌詞を整えます。そういう時は、このコードの方ですね。コードの方のレイヤーを見ましょう。そうしましたら、アートボード1というのがありまして、えーえと並んでいることがわかります。これにロックをかけます。こうしおくと、 ここれが邪魔にならならいいということうで,ですからここで簡単にやっておきますね。こんなに簡単に歌詞も打てますし例えばメモ帳なんかに文章があるとします。適当ですが一応漢字で打ちます。 漢字と言いながら全然漢字になっていませんねごめんなさいまあいいでしょうこういう歌詞があったとします最後ぐらいは日本語を打っておきましょうはいこのようにテキストもしくはテキストファイルがありましたらこれをコピーしますそして こちらの方に来ましてですね、ここに貼り付けをします。Ctrl V。すると、ちゃんとこの感覚で入るようになったわけです。今度は、これはロックをしまして、そしてコードの方をロックを解除します。このようにしまして、先ほどと同じように、こうやって打てばいいんですけれども、 一つぐらいスペースがあった方がわかりやすい人はこのように打ってください。ちょっと拡大しておきます。こういうことですね。そして先ほどやったようにここでシフトを押しながらオルトを押しながらそして矢印。これで合わしていきましょう。 このようにして歌詞カードがとっても自由に作れるようになります一つポイントなんですけれども矢印のツールに持ち帰るという時に通常は V というショートカットですけれども文字を入力している時には V のショートカットが効きません当たり前ですよね文字入力をしてるんですから V というショートカットは使えませんので そういう時はどうしたらいいかというとその時はエリアの外に出ましてコントロールを押しながらクリックをしまして V を押すと矢印のツールに持ち替えられることになりますもう一度やってみますねはい今文字を入力している状態ですですからこのフレームテキストツールの状態になっています その時にコントロールキーを押しながら外でクリックをしてまだ変わっていませんので V を押すと矢印ツールに持ち替えられます正式には移動ツールですねこのようにテキストツールを使っている時にショートカットが効かないということがありますので少し注意をしてください 文字のオプションはとっても便利なんですけれども邪魔な時は Ctrl-T を押してください。Ctrl-T がショートカットです。今日は文字のツールに対してのいろんな応用例、そしてテーマとしては歌詞カードを作るということを勉強しました。ベースラインを上げたり、それでスタイルとして登録をしたり、 そういうような応用を自分の中に蓄えておいて上手に出してこれるように訓練をやってみてください。今日はデザインツールですけれどもミュージシャンの仲間にも言うようなお話をさせていただきました。村長スタジオでした。